ました、はい、6秒クッキング6秒クッキング、はい、6秒クッキング始まりました、はい、今日は春巻きを作っていきたいと思います。春巻き、春巻き6秒っすよ。6秒でだって具を、はい、春巻きの皮に入れて、はい、巻いて、はい、で揚げて、はい、ちゃんと中に火が通ってできるってやつです。そうです。あれ、そうなんです。もう今回は6秒クッキング史上、はい、一番もう材料少ないです。いやもう小材料で、小材料で、小材料ってかもうこんなんしだしちゃったら、小材料で、いやいや今回これ春巻きの皮、これだけでちょっと春巻きもういやいやもうそんなのはもうもうなんと材料だけじゃないですか。そのそうですよ、最小材料でちょっといきたいと思います。これはやばいよ、はい、超問題作。ちょっとこれはでももう結局春巻きって何って話、春巻きって何って話、あ、だからあんま触んないでよいや春巻きって、いや春巻きはやっぱ春巻きの皮に包まれてパリパリしたやつですよ。そうでしょ、はい、結局もうパリパリなのよ。パリピ、パリピ、パリピなの。どうするのそれ。これはもう簡単です、もう本当に。あんまそんな油混ぜる人いないよ、あとこんなガシャガシャ危ないんだからこれは2枚かな、3枚、3枚でいけます。3枚で、はい、1、2、やばやべえやべえこれマジで、はい、聞いたことです、ね、でこうこうです。え、もう春巻きの皮を、はい、春巻きの皮で包む、そうです。とかそうそう包んで、あの縦いって、いやでこうか、こそうそう、こう畳んで、こうこうで、そうっすよ、大体こうです、はい、こうです、こうです。もうこれをいかに早くできるかっていうもう早包みの時間じゃないですか。そうです、早包みの時間がやってまいりました。 水をくれ、気をつけてくださいよ。やば、始まってる。ええ、ちょっと、いやいや、いや、絵じゃなくて、こ、いや、これもだってこれがくしゃくしゃなってんじゃん、これ。え、どっからやってほしい。いや、どっからやってほしい。いや、だからこの状態からでしょ。この状態からやんのかよ。それはそれとしても、包んで、あの、別に置いといていいですから。こう、だからここだけをコピーってやればいいんだな。いくよ。いやいやいやおい、何よ、どこからよ。だからそこで置いてる状態からでしょ。だよいいよ、いきますよ、はい、よーい、スタート。ズボイの気味だったけどな2、3、4、5、6。はいはいほらほらほら、はい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 、おおおお、すげえ、うわすごいよ。いやいや、もう普通にやってんじゃん、もう普通にやってんじゃんって何。普通にもうなんか時間関係なく上げてんじゃん、もう出来上がりまでの時間っすから。いや、だからこれは、だからもうこれで提供させてくださいって話。それさ、よく言うけどずるいよそれ。これで提供、これで提供するとか。だからもういい、もう食べてよ。だから今、いやいやいや、すぐに。だから俺はもうこれで完成って言ってる。これで完成って言ってるじゃなくて、これで完成って言ってる。これでもう、だから食べてほしい、今もうすぐに。これで繰り返してんじゃん、これで。やっべえ、なんか化け物みてえだ油めっちゃ吸ってんじゃん。バカ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 。春巻きだとしたらちょっと黒すぎるもんこれ。けでももうこれぐらいすっげえ油出てくるじゃん中から。とんでもねえ油出てくるぞ。くるぞ。とんでもねえ油出てくるぞ。さあできました、本当の春巻きです。
これが、はい、これがあの本当の春巻きです。一回そのままいただきますか。じゃあうわめっちゃ油出てくる、怖っだから油春巻き、油春巻きです。これちょっと醤油、醤油醤油醤油、まあそっか結局醤油なんだから。めっちゃいい匂い、いただきます。うわっこっ、揚げ餅揚げ餅、うん、でももうこんがりしてここまで焦がしてなかったら、うん、俺は好き。これでもあ、何、うん、1枚、1枚パターン分かった俺。何、本当は、うん、1枚で最初くしゃくしゃにしたやつ揚げて、うん、それを中に入れて、うん、やったらそのパターン、うん、あーこれで、油これをそう包んでさっと揚げる。そうバッチ、これぐらいでいいか、多分それでいい、これでいいな、うん、すっげえ油出てくる、くわっことね、そんな料理シェフが直接うーってこれジリジリジリっていう醤油かけるとまだ熱くて、うわ軽さが全然違う。あっこそんな熱いんだ。やんねんって。めっちゃうまそうな。うまっ。うん、これなんか、ま、いやすげえ。すげえ油でも。でもやっぱちょっと物足りないな。林さんみたいじゃん。黒いそう。黒い手袋つけて欲しかったな。だからこのこれ自体は美味しいから、これをちょっとこう切ってその上になんかして、なんかリッツパーティーじゃないけどそういうようなやつとか、そういうやつじゃないから6秒クッキング。そうだそりゃそうだよ、みんな作ってみてね。チョコレートプラネット単独ツアープラネットトレインの開催が決定いたしました。はい、今年はですね全国7都市、で17公演ですかね、そうで、はい、はい、過去最大規模となる、ツアーとなっております。チケットは現在絶賛発売中でございます。はい、ファニーチケットよりぜひお買い求めください。もう今回もですね、はい、ヨーロッパ企画の諏訪さんとタッグを組みまして、はい、またちょっとクオリティの高い、単独ライブをお届けできたらなと思っております、はい、今絶賛、稽古中でございますので、めちゃくちゃ面白いネタに仕上がっております。ぜひ皆さんお越しください。はい、よいしょ、よしよっしゃ、おうわ気持ちよすぎる。水体験の控え室